す。今日は背負い投げの、まあ、入るタイミングですね。ここをちょっとやりたいなと思います。基本空道は打撃ありの競技ね。打撃あり、その中から組み技あり、そして投げあり、寝技のある競技なんで、まず基本的には、しかも組み技、まあ、空道をやってる人が見てくれると思うんで、まあ、知ってるからと思うんですけど、まあ、組み技組んでから10秒しかできません。10秒で、ここからカウントして10秒で、10秒で、投げれなかったら1回離して投げるという方法です。その時にあんまりこう組んで、じゃあこう柔道みたいにこう崩す、手で崩す、足払いなんか足技をやって連携するみたいなことは、まあ、あんまりちょっとなくて、基本的には相手が崩れている時の打撃を打って、打撃を食って、まあ、組み技のバランス的には崩れている状態の時を狙って、まあ、組み技を仕掛けるっていうのがまず基本的な考え方になります。結構、まあ、柔道やって、まあ、空道やってる人も多いかなと思うんですけど、基本的にこう組んで、じゃあこの人は、まあ、組やったことありませんみたいな人がいた時、こう完全にディフェンシブになられた時、ご自身いてもう投げられない、もう勝負しないみたいな状態になった時は、まあ、結構こうレベル差があったとしても、まあ、10秒で投げ切るっていうのは、まあ、割と難しい、正直な話、割と難しい状態なので、基本的に相手がもう組をやりますっていう時に、まあ、勝負、相手も組をやる気持ちになっている時に勝負をするんじゃなくて、相手が崩れている時ね、打撃をやってる、打撃をやってる中でこちら組み技を仕掛けるっていうのがまず基本的な考えになります。はい、で背負い投げなんですけど、背負い投げも基本的に相手が崩れている前に来ている状態の時にまず投げるっていうのがまず基本です。まあ、組のでしかも、まあ、基本的に言うとこう持つ、いきなり持てることって、まあ、ほぼほぼないので、ないので、まあ、基本的に、まあ、僕は、まあ、とりあえず1本、変わっとく、どこでもいい、1本持った状態、こっちでも持てたらこっちでも何も、とにかく1本、どこか引っ掛けた状態、ここがスタートです。何もない状態からやると、さすがに、まあ、空気投げみたいな感じ、結構難しいんです。ただ、1本、どこか触っとけば、なんとなく相手の全体像っていうのを、まあ、身体感覚で分かるかなと思うので。その時には、ちょっと触ってください。まあ、この場合、よく右手が前に触ってたので、まあ、こっちを持ったり、こっちを持ったりとか、右側で持ったりっていうのが、まあ、多いですね。さあ、ここの状態ですね。状態で、相手が殴ってきた時、殴ってたっけ？この前に来た時、相手が前に崩れてる時ね、組み技のバランスで、前に相手が乗ってる時に、しっかり座る。座る。ここで座る。という状態。ここにかけたら、相手が、殴ってくるタイミング、殴ってくるタイミングで思いっきり座る。もう相手が前に崩れている状態を狙っているから、別にこう相手を自ら崩すような動きに、柔道でこうやって前に引き上げるような、こういうのを、まあ、やる必要ない。とにかくタイミング前に来たら座る。そしてここ持っている状態、持っている必要はない。今の状態、立った時に乗せついていくから、この後から作ったら OK。 さあ最後コントロールして、ここで決めパンチまで打ってください。で、現実問題、今みたいに一発で合わせるのって難しいので、試合の時に、僕がやってたやつ、動きですけど、大体こうね、持ったら、大体殴ってくる、一発目殴ってくる、バーンってここもらいます、まあ、これもうもらうって、ちょっと我慢して一発もらう。こっちもらったら次ね、こっち反対側殴ってくるんで、次が殴ってくるんで。2発目に合わせるっていうのを僕はやってました。まあ、正直1発目でいきなり出て、こう、まあ、これ結構難しいんです。ただ1発目、バーって食らった、だいたい2発目来るから、反対側ね。だいたい来るっていう。そこに合わせる。だから殴られたと言っても別に焦らず、まあ別に2発目来たら投げればいいやっていう。ここも少しこう冷静に、背負い投げかとかがいう前に転がす技があると、まあ、1発目もらったとしても2発目に投げれるっていう勝負ができるんで、こうやってまあ冷静に私も見ることができるかなというふうに思います。ちょっともう一回やってみます。さあこうやってる中で、ね、まあ、多少どっか引っ掛けてください、まあ、でも右手前の人はまあ大体右が持っちゃうかなというふうに思います。大体右が引っ掛けやすい、わざとこういう人ちょっと難しい。さあ、1発目バーンっていきます。これ合わせられたら OK だけど、結構難しいんで、1発目はもうもらっちゃってください。もらっちゃう。さあ、2発目来た時に合わせて、あ、で、しっかりコントロールして、
相手が組をやろうとしてる時にはもう組は結構本当に組で勝負したい人は、ね、勝負したい人はここでやるっていうのはまあ相当なレベル差がないと難しいと思ってもらった方がいいかなというふうに思います。特に空洞のルールだったりとかね、だから30秒1組みたいな感じでずっと組ができるような競技だったらまだまだいいかなと思うんですけど、空洞の10秒っていう制限された中だとなかなか相手がもうディフェンシブになってると、ディフェンシブになった時点で少し難しいと思うので、まあ、今みたいな感じで打撃に対して組み仕掛けるっていうのをやってもらうと、まあ、いろいろ展開がつながってくるかなというふうに思います。